今週の神事を執り行う前に、今週はこんなお悩みがこの高耳神社ご神体ラジオに届いています。氏子ネームカラーひよこ百式さんからいただきました、うんうん、新しく買った自転車の名前ですが、何とつければいいか迷ってます、うん、ちなみに先代はクロニクル、その前はエンペラーという名前でした。こちらおみくじで解決しましょう。お、中吉。おお、中吉なのか。いいんじゃない。ああ、なるほどね。なんかね、うん、いい感じのことがね、かえってあるんだけど、はい、名前をなんてしたらいいかっていう話だよね。そうです。先代はクロニクル、その前はエンペラーでした、うん、分かった。じゃあおみくじに書いてあるので、この名前はどうでしょうか。良きところなし、待って。矢移りに関してですっていうのは冗談で、なんか、まあ、それは書いてあるんだけど、うん、ここにね、あのこういうさ願い事とか、なんか待ち人とか、あるところじゃなくて、その上にさ、桜花、盛りては過ぎて降り注ぐ、雨に散りゆく夕暮れの庭っていうのが書いてあるので、こう、いい詩だ。お名前は、桜花ってどうだろう。素敵です。エンペラーには負けるけどな。ということで、つけてください、桜花。それでは本日の神事を執り行います。テレビアニメ江戸前夜部、中耳神社のご神体ラジオ。私ご利益ないけどな。皆さんこんにちは。現在放送中のテレビアニメ江戸前エルフ、小金井小糸役の尾崎由香です。エルダ役の越水亜美です。冒頭のおみくじでもすごい素敵な名前ですね。エンペラー、エンペラーもクロニクルも、でも桜花急にね、エンペラークロニクルって結構和に和に行く行くっていうね、あれだけど、うん、でもなんかいいんじゃない。江戸前ですからね。そうですよ ね江戸前だからそれらしい名前になって、うん、まあ、でも個人的には、うん、その名前をね、良きところなしっていう名前にしてもいいですよ、うん、気に入っていただけるのであれば、うん、もしくは待てまでとそこも使っていただいてもいい。そうそう、いい。万が一ね、うん、こういろいろカスタムしたけれども、うん、前のね車体と比べてったら良きところなしかもしれない、うん、何このマイナスなトーク。でもなんか英語にしてみたらいいんじゃないですか。あ、エンペラーとクロニクルだから。そうか、あるある。桜だと、桜って何ですかね。桜、チェリーブロッサム。チェリーブロッサムね、いいかもね、うん、か、良きところなしって英語でなんて言うんだろう。なんて言うと、なんて言うと思う。ノーグッド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 か、うん、でもなんか英語の方が和らぐ感はあるね、うんうん、これなんかもしあれなら今日のゲストさんにも後で聞いてみよう。そうですね、うん、可愛いのが出てくるかもしれないしね、はい、ということで、どんな些細なお悩みでも良いので送ってください。というわけで今日も始まりました、テレビアニメ江戸前エルフ、高耳神社のご神体ラジオ。私ご利益ないけどな。もう第3回です。あっという間じゃない。そうなんです、もう3回。もう3回なんです。そっか、はい、まあでもこのあたりもいっぱいゲストさんとおしゃべりしたいから、もういいよ。もういいですか。行こう。いろいろ書いてありますけど飛ばしましょう。じゃあ飛ばしちゃおう。はい、ということで、じゃあこの後ゲストに桜庭駒役の相川遥さんが来てくれます。駒、うん、ちゃんについてお話聞いてみたいと思います。イエイエイ。江戸前エルフは神社が舞台ということで、うん、視聴者さんやリスナーさんのことは氏子さんと呼んでいます。
アニメ放送中、氏子の皆さんは毎週1回更新していくこのご神体ラジオにお参りよろしくお願いします。お願いします。そしてぜひ番組宛にお便りを送ったり、ツイッターで感想をつぶやいたりしてください。それではそろそろ神事のお時間です。最後までよろしくお願いします。テレビアニメエドマンエルフ高耳神社のご神体ラジオ、私ご利益ないけどね。さあ、それではゲストの相川遥さんに最近のちょっとしたお悩みを聞かせていただきましょう。はい、今朝電車に乗ってる時に気づいたんですけど、ささくれが多いというお悩みですが、こちらもね、高耳神社のおみくじを引きます。お、小吉が出ました。お願いします。ささくれが、ささくれね、多いですね、ちょっとってことだもんね、はい、あー、その答えはきっとこれです。はい、時の来るのを待って。おー自然にポロリポロリするのをきっと待つしてくれるんじゃないかと思われるよ。そうですよね、すごくね、なんか、はい、素敵なことも書いてあるから、うんうんうん、これあげる。ありがとうございます。わ、めちゃくちゃ大切にします。めっちゃちゃんとしたおみくじなの。わ、すごい、本当にそのままのおみくじですね、神社とかの、うんうん、嬉しい、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。そんな私たちから一つちょっと相談があって、うん、はい、さっきおみくじを引いたあ、そうだそうだ、聞かなきゃ。そう、リスナーの方用におみくじを引いたんだけど、名前をね、あの自転車の名前をエンペラークロニクルで、そう、どうしようと思ったんだけど、これがね、さっきおみくじですね、おみくじなんだけど、なんかいいやん、あるね。でもせっかくならその英語っぽい感じでいきたいですよね、うん、あ、そうだ、やっぱりチェリーブロッサムいきたいですよね。もしくはノーグッド、ノーグッドノーグッドノーグッドか、なんかいいの、パッとどう、これを英語にするのがあと、なんかさ、はい、ぼんやり見てたらさ、ここがさ、こういうのに見えてきて、モテ吉下に書いてある、下に心和やかにモテ吉、モテ吉、モテ吉、モテ吉だ、かわいい、モテ吉、かわいいですね、あ、これはそれだな、モテ吉だな、モテ吉ですね。最後の言葉を使って、じゃあモテ吉、モテ吉、ぜひお使いください。使ってみてください、はい、ください。というわけで、うん、改めましてゲストの桜庭駒役相川遥さんです。はい、よろしくお願いします。桜庭駒役の相川遥です。お願いします。まあ、3人でこうやっておしゃべりするのは、うん、アニメジャパン以来、そうですね、3月に、そうだ、うん、そうなんです、イベントやって、うん、素晴らしい画力を見せていただいて、だってイベント自体初めて、そうですね、アニメのイベントは、うん、あの時が初めてで、そうなんだよ、なんかね、うん、あのはるちゃんはね、うん、今いろんなことが初めて尽くしのスペシャルの時だから、うん、そうですね、え、ラジオは、ラジオも初めてでした。光栄です、ありがとうございます。いや、今日はぜひなんかこういう話したいとかあったら、はい、どんどん言ってって、はい、わかりました。いろんなこと聞きたいし、ぜひ、じゃあ、あれだな、はい、早速聞くとすると、うんうん、まずウィキとかにも載ってそうだけど、どこ出身なの？静岡です。静岡、はい、静岡って聞くとさ、はい、普通にありがちだけど、やっぱ富士山とか、うんうん、お茶とかだけど、有名ですね、ね、うんうん、何かこう地元ならではの推しとかおすすめってあるの？でも、うん、結構川とか小川が多くて、うんうんうん、私結構散歩するんですけど、おう、もう自然の川の流れの音がすごいいいんですよ。ほうほう、そうなんですよ、自然が多くて空気も、うん、綺麗だし、水もやっぱり富士山から流れてくるものがあるので、うん、綺麗なので、お水美味しいよね。美味しいです。そっか、ってことは
結構外に出るタイプの可能性。アウトドア派？どう？私は、根っこはインドアなんですよ、めちゃくちゃ。根っこはインドア。でも、最近外に出て刺激を受けなきゃなと思って、散歩を始めてんですよ。だから、半インドア、半アウトドアみたいな。半々だ。バランスだ。中間型。中間。私たちの間を埋めてくれる存在だ。極端なんですもんね、お二人が。どっちの気持ちも分かってくれる。本当だね。はい、そんな相川さんに、おじこさんからお便りが来てます。うじこネームアンモナイトの唐揚げさんからいただきました。尾崎さん、小清水さん、相川さん、こんにちは。こんにちは。相川さんのことは何とお呼びしたらいいですか？相性は何かありますか？はい、ドラムが得意とのことですが、写真を見ると可憐な感じなので驚きました。尾崎さん、小清水さんから見て彼女はどんな感じでしょうか？相川さんがどんな方なのか楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとう。じゃあまず1個目、なんて呼ばれてる？相性とかある？そうですね、それこそお二人が呼んでくださるように、はるちゃんとか、はるちゃん、はるちとか、そんな感じが多いので、そのままはるちゃんってお二人には。じゃあはるちゃんで。はい、あのうじこの皆さんにも、はるちゃんって呼んでもらうでいい？はい、お願いします。ありがとう。ありがとうございます。ね、あのはるちゃんって呼んであげてください、皆さん。はい、ぜひお願いします。そしてはるちゃん、ドラム得意なの？そうですね、なんか吹奏楽をやっていて、そこでドラムをやってたので、もう書いちゃおうっていうことで特技に書いてるんですけど。すごい。ドラム、あの叩けるんだね。そうですね、一応すごい筋肉いるよね、腕の。そうなんですよ、ここの、なんて言うんですか、ここの筋肉、この腕筋肘から先の腕筋だけ硬いです。やっぱ硬いんだ。硬くなっちゃいますね、ここだけ。いや、なんかさ、ドラムってさ、足とさ、手とさ、全部でリズム刻むでしょ。だから、あの、私も触ったことあるんだけど、あべこべになってくるの。確かに。リズムが、あの、頭の中が、みたいな、つくつくドンツみたいなやつが。じゃそれもできるの、つくつくドンツ。そうですね。だか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 、じゃーんって。できるの？天才じゃん。本当だよ、すごいんだよ。嬉しい。なんかそのさ、ドラムでさ、こう得意なそのつくつくどんつくみたいな、なんかあのこうこのリズム得意とかある？あ、なんて説明したいんでしょう。タンタンチャンタカタカタンチャンみたいな。なんか今のでもう聞こえてきたんだけど。リズム感がすごい。すごい。嬉しい。いつかさ、なんかはるちゃんのドラムが聴ける時が来たらいいね。はい、私もお見せしたいです。頑張ります。聞きたい。楽しみにする。ありがとうございます。そしてなんかもう一個聞かれてるよね。あ、私たちから見て彼女はどんな感じでしょうか？気になります。そうね。なんかフレッシュ。フレッシュ。あ、確かに新しいことばっかりだから。そうですね、本当 にお二人にはいつも見守っていただいていて、て初めてのことばかりなの。いやなんか頑張り屋さんだね。でもアフレコでもすごいフレッシュだけど、すごい頑張り屋さんで真面目に取り組んでるなっていうのを感じて。嬉しい。不安なこととかもいっぱいあるだろうに、それをこうぐっと不安さをぐっとこらえながらちゃんと突き進んでいく、こうガッツだったりとか、こうなんていうのかな、前向きさみたいなのもすごく感じる。そんなの感じだよね、私たちにとってのはるちゃん。ありがとうございます。あとめっちゃ気遣いさ。そう、気遣ってくれる。大丈夫ですか？大丈夫だよ。まったりゆったり。そうそうそう、そうですね、このラジオは癒しになれるようにので、はい。じゃあそのはるちゃんが演じているこまちゃんの話とかもしちゃう？そうですね、していきましょう、していきましょう。こちらもお便りいただいてるので、うじこネームりょんりょんさんからいただきました。尾崎さん、小清水さん、そしてゲストの相川さん、こんにちは。こんにちは。相川さん演じる桜庭こまちゃんのイケメンゼリフを言った時に、背景がキラキラになる演出が好きです。無意識のうちにかっこいいこと言っちゃう人っていますよね。皆さんはこまちゃんのようにイケメンゼリフを自分から言ったり言われたりすることってありますか？ある？私でも結構、女の子を褒めがちなんですよ。無意識ね。そうなんです、なんか可愛くなろうとしてる女の子って、もうそれだけで可愛くて褒めてあげたいじゃないですか。わかる。だからすぐ言っちゃって、友達に、あんたそれ誰にでも言ってるでしょみたいな。
ってこまちゃんじゃん言われちゃったんですよ本当だそうだからさらっと無自覚に言いがちかもしれないです私そんなつもりはなかったので、ごめんって思ってそこは共通点だね先生のこまちゃんだったかもしれないでもそういうのがさ無意識にできてるって素敵なことだよね、なかなかできない本当ですか、いいと思うそこ伸ばしてこうそうですね褒めることは、そういうことじゃほら女の子って褒められて可愛くなる、ぜひ世の中の皆さんにもなるべく褒めてもらいたいところです。そうですね、うじこネームにゃははアールさんからいただきました。ありがとうございます。尾崎さん、小清水さん、ゲストの相川さん、こんにちは。こんにちは。アニメ毎週楽しく視聴しています、そんな中でホイトちゃんとコマちゃんの帰り道のシーンが個人的にとても好きです、何気ないことを話したり時にふざけ合ったり突っ込んだりする二人を見て、学生の時こんなことあったなとしみじみしていました。皆さんの学生時代はどんな風に過ごしていましたか。はるちゃん学生時代って、はい、じゃあせっかくなら高校生とかじゃん、高校生時代ってどんな感じだった。高校生はそうですね、なんかもうほぼほぼ女子クラスだったんですよ、男子が多い人数だったそうですね、だからもうほぼ女子校みたいな感じで、そうだね、みんなとワイワイガヤガヤしてたんですけど、そうですねボケがちでしたボケがちなんだね、ボケがちでした。でもそれはこの間のイベントでも発揮されてたんだよ。そうだ、あの絵でね可愛かった。すごい、確かに、助かるよ。あー、よかったです。ナチュラルなボケだった、学生時代の培ったものが今もこうお友達とかとさおしゃべりするとついやっぱりやっちゃいますね。ボケちゃうんだ。ボケちゃいます。みんな突っ込んでくれるので気持ちよくて、それが それもねいいよね。そうなんですよ、友達のこう突っ込み能力の高さ、そう、大事ですよね。ダブルだ。え、どちらかというと例えば女の子っぽかったとかボーイッシュだったとかってどうだったの。いや、女の子らしさは皆無だったかもしれないです。そうなんだ今すごい女の子っぽいけど服装もそうだしワンピース確かに可愛いものは好きなんですけど、割とコマちゃんっぽくサバサバしてたかなという感じなので、でもそれもなんか想像つくな、本当ですか。ギャップもあるんだけど、なんかこうちょっと根っこのさ体育会系っぽい要素感じない。なんかあー確かにアフレコの取り組み方が体育会系だった。そうそう、本当ですか。もう帰らせてください。かっこいい、頑張ります。いやもう皆さんが温かいおかげで何回もチャレンジさせていただけてありがたい。いやでもなんかなるほどってもっといろいろ掘り下げて聞いてみたくなっちゃう。ありがとうございます、でもなんかあれだね、本当にコマちゃんってさ、そういったこう自然体とかつ演出上のあのキラキラってなるから、あのセリフとかがねすごくポイントになってくるけど、はるちゃんのお芝居でコマちゃんが輝いてると思うのよね。素敵でした。ありがとうございます。難しかったとことかあった、ね、でもやっぱりイケメンなところはやっぱりコマちゃんの良さを引き立てたいじゃないですか、だからもうイケメンに言うぞと思って頑張ったんですけど、もう隣でそれこそ小清水さんとか大関さんが今の良かったよってめちゃくちゃ褒めてくださったので、もうそれで、あ、今ので良かったんだって思えて嬉しい。じゃあのちょっと、無理だったらいいんだけど、無茶ぶりしてもいい。はい、コマちゃんの声で私たちに可愛いよって言ってもらってもいいですか。ぜひぜひやらせていただきます。 お願いします。じゃあコマちゃんまで3、2、1。尾崎さんも小清水さんもすっげー可愛いわ。ありがとうございます。そんなリアクションいただき、コマちゃんはもう私たちばっかりご褒美もらったけど、サウマのこと話さなきゃいけなかった。そうです、ここからはアニメ最新話を振り返っていきましょう、先日ね第3話が放送されましたが、どんな話だったかあらすじを小清水さんお願いします。はい、第3話のタイトルは新米巫女と継承の儀。
限定プリンをお取り寄せしたエルダ。小糸と一緒に舌鼓を打ちながらお取り寄せグルメの魅力にズルズルとハマってしまい、そんな中小糸はエルダと共に深夜の月島を回る継承の儀を取り行うことになるというわけで、どうやらお取り寄せの話ですな。してましたね、お取り寄せ、してましたね。お取り寄せします？する？したことないです。あ、ないの？え、あれ、ありますか？あるそんな驚かれるほど、え、みんなないと思ってました。なんかさ、時代はさ、通販だからさ、そうですよね、今そうそう、取り寄せしやすいのかと思ってたけど、しないパターンもある。そうね、でも逆になんかおすすめのお取り寄せとかあった？したいです。あ、私、あのすごいハマってたのが、白バーガーっていう。白バーガー？そう、長崎のなんかハンバーガーなんですけど、ちょっと肉まんに似てるんですよね。バンズが白いのかな。そうです、肉まんの生地で、その中にあのハンバーグが入ってて、チーズも入ってて、トマトソースかな、デミグラスソースか、それがすごく美味しくて、よく取り寄せるんですよ。美味しいやつ、美味しいぞ。美味しい、これがもう肉汁がじゅわーっと。しかもさ、しかもさ、肉まんのさ、あのバンズってことさ、そのさ、じゅわーをさ、吸い込んでくれるんですよ。だから美味しくなる。あ、やばい、食べる、たまんないです。食べたい。お取り寄せして、お取り寄せして、白バーガーね、長崎の白バーガー。白は白い色の白のバーガーってことだよね。そうです、漢字で白でバーガーです。うわ、検索してみる。してください。ちょっと調べてみたいですね。ぜひ、お取り寄せもデビューしてね。デビューしてみます。小清水さんあります？私はね、なんかね、スイーツ系が結構多くって、こんな具体的にっていうわけじゃないんだけど、あのチョコレートとか、 あと本当にあの家に、その瞬間家にいないとこうね受け取れない冷蔵とか冷凍物のやつで、牛皮みたいなのとうっすらあんこが中に入ってて、その中心にスイーツってかフルーツがギューってなってる、あのいちご大福みたいなのとちょっと違うんだけど、なんか和とこう洋のフルーツ、洋物フルーツのなんかそういうのとかを、そう、お取り寄せしたりとかして、一人で、はぁーってなってることが多いから、なんかぜひこういろんなのが世の中いっぱいあるから、検索してみてほしい。調べるといっぱい出てくる。ちなみに静岡ってなんかお取り寄せするのにいいのとかある？でもそれこそアニメに出てたんですけど、富士山サイダーみたいな、富士山サイダー、そうだね、ラムネ型のやつを小糸とエルダが飲んでて、そう、富士山サイダーもあるし、多分みかんとわさびサイダーもあるんですよ、静岡って。みかんわさびサイダー、わさびサイダーちょっと挑戦してみたいなと。どんな味するんだろう。ちょっと鼻にツンときそうですけど、買い飲んでみたいなって思います。飲んでみたいなと。富士山サイダーも何味なのか気になるし。ですよね。見た目とかも水色だったから、どんな変わらなそうですけど、何が違うのかちょっと気になる。なんだろう。確かに。なんかあの、公式サイトにそのツイート、これお取り寄せしてくださいって書いてあったんで、そこまでこっちに行っていけば。そっか。そうですよね。エドマイルフのツイッターに、あの、これは実際にお取り寄せさ、あの、この、実際にできますよっていうので、ポチッとすれば、それものが届いてくる。じゃあ、 あの実際にあるやつとかの、それはあのエドマーエルフの公式ツイッターとかをフォローしていたら、簡単に頼めるってこと。頼めちゃう。取り寄せデビューできちゃう。すごいね。なんか今すごい宣伝みたいになったけど、そんなつもりはなく、でもすごいいいね。そうなんですよ。嬉しい。 あと感想メールも来てるんだって。これ、はい、読んでもらっていい？はるちゃん、はい、お願いします。お願いします。うじこネームじゅんどらさんからいただきました。はい、尾崎さん、小清水さん、ゲストの相川さん、おはこんばんにちは。おはこんばんにちは。初メールです。さんは見ました。エルダ様がお取り寄せしたプリンを独占しようとしたり、空き瓶をコレクションしていたり、エルダ様の新たな一面が垣間見えるお話でした。3話を見ていて一つ気になったことがあります。エルダ様が舶来品、江戸時代のお取り寄せ品の目玉は、
外国の珍獣だったという話をしているシーンで、象が長崎港から歩いて江戸に入ったんだぞ。この像は小清水さんのアドリブではないかと瞬間風速的にバズっていましたが、真相はいかがですかという。それどうなるよね、真相気になるよね。気になります、めちゃくちゃ。でもこの作品って原作漫画があるんだよね。あります。ということはその原作を読んでもらったら、そこが私のアドリブなのか、それとも台本通りなのかがわかるのかもしれません。読んでください。読んでください、原作を。そうですね、ありますからね、でも本当この作品ってそういうね豆知識すごくてさ、出てきました ねいっぱい。ギアマンってさちょっと馴染みなかったなかったですけどさ、私もあんまりなくて、で辞書で調べたのよ、そしたらガラス細工のこともギアマンって言うんだけど、あのダイヤモンドのこともそういうらしくて、なんでガラス細工がギアマンって言われるようになったかっていうと、あのガラスを加工する際の機械に、そのダイヤモンドくずみたいなのを使ってて、それで加工されるものだからギアマンみたいな、あの意味もあるんだよっていうのが書いてあったんだけど、きっと諸説ある。へなんだって、なんか勉強になるんだよ ね、 そ、 ね、そして3話には継承の義もあったね、ありましたね、巫女の。おまたメールを読んでくれちゃう、はい、ありがとう。ウジコネームモブウジコカエル戦車大好きさんからいただきました。尾崎さん、小清水さん、ゲストの相川さん、こんにちは。こんにちは。初めてラジオに感想を送ってます。毎週アニメラジオが疲れを癒してくれます。エルダ様の江戸知識毎回楽しみにしています。エルダ様の佃煮愛に惹かれて初めて食べましたが、とても美味しかったです。エルダ様の富士を称える歌なのですが、販売してほしいぐらい好きな曲です。これからも応援してますとのことです。耳に残るよね。ります、いい歌ですよね、あの今ラジオだからここを刻んではいけない可能性もあるのであれだけど、高耳さまよ高耳さまよってやつね、あの曲だよね。そうですそうです、すっごい耳に残りますよね。めちゃくちゃ覚えちゃう、覚えちゃいますよね、ぐるぐる今もぐるぐるしてる、今もしてます。脳内で称えられる、称えられますね。ね、確かにね、オリジナル でやっぱ作ったってことですよね。だってあやっぱそうなんだ、すごいよね、オリジナルで作ってちゃんとその和の子称える感じもあっての、これだけ耳に残るキャッチーさってさ、すごすぎない？すごい、本当に、ね、いっぱい聞きたいですね、ぜひあの聞いてくださった皆さんもあの太口ずさんで称えてください。エルダ様お願いします。あれよ、はい、Cパートでね出てきたね、大阪の広見耳神社にとうとう祀られてる夜でと、巫女の小日向ひまわりが登場しました、それぞれ釘宮理恵さんと生田テレさんが演じられていますが、今後東京のエルダたちとどうやって触れ合っていくんでしょうか。いやそうなんだよ ね楽しみですよね。ということで次回第4話はどんなお話なんでしょうか、小清水さんお願いします。はい、第4話のタイトルはズバリ古今東西エルフ合戦。高耳神社に大阪の広耳神社から巫女の小日向ひまわりと御神体のエルフヨルデがやってきた。ヨルデとエルダは江戸時代からの友人で何かと張り合うライバル関係。この日もある勝負ごとの決着をつけようとするという、あのあれがね、あれしてあれするんですけどね。そうなんです、あれしてます。あのセリフをね言う時にもねちょっとあの一山あったので、思い出深いやつありましたね。ぜひそのあたりもこう次回のラジオの時にも、オンエア後のねラジオの時に話せたらなと思ってます。はい、皆様アニメを見た感想メールも募集しています。ここまでは江戸前エルフアニメ第3話を振り返りました。テレビアニメ江戸前エルフ、高耳神社のご神体ラジオ。高耳神社を信仰したらこんないいことありました。ウジコネーム運命の車輪さんからいただきました。
高耳神社を信仰した僕の母親が買い物中店の人からお姉さんと呼ばれて喜んでました。はー、いいよね。いくつになったってお姉さんはお姉さんなんだよ。最高。でも私ご利益ないけどな。今紹介したのはご利益ないけどなのコーナーでのメールでした。引き続き身の回りで起きたいいことを送ってください。毎回番組内のジングルでご紹介していきます。さて続いてはこちらのコーナー、うちのエルダ。ご神体なのに引きこもりなオタクライフを送っているエルダ。そんなエルダにちなんでリスナーの皆さんからもデブ症ゆえのエピソードを募集します。さっきね、はるちゃんは中間だって、はい、そうですね言ってたけど、はい、なんかどんな時は出たくてどんな時は家にいたいみたいなのってなんかこう、はい、あるの？基本、うん、心ではずっと家にいたいです、うん、もうずっと家にいたいです。だけどやっぱりこの職業やってるのでいろんな刺激を受けた方がいいのかなと思って。前向きだ、そっちだね。前向きだ。そうなんですよ。なるべく外に出て人を見るようにしてます。素晴らしいな。え、何時くらいから出るの？朝？朝は昼。夕方？そうですね、昼から夕方にかけてぐらい、うん、でも一人でお散歩するぐらいなんですけど、うん、なるべく出たりは気をつけてます。うちの人どんな人がいるのかなとか、今何が流行ってるのかなとか。えらい、えらい。いや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 、ね、でも心では本当にエルダと一緒で、うん、ずっと家にいたいので、いやすごい、出るの本当偉いのよ。私今街どうなってるのかなって、はい、YouTube のライブカメラとかで見るの。ありますよね。そう、私はたまに見ます。楽しい。あれね、ぼんやりね、渋谷のあの新宿とかね、とかね、いろんな場所見れるんですよ。あれ楽しいですよね。でも見るのも、うん、それであの世の中を知った気になってるから素晴らしい。出てる。でも家からも見れますね。そしたら、あ、ダメ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 、参考にしちゃダメ。わかりました。悪い参考を出してしまった。悪魔のささやきが。出るのにおすすめのいいこと、いいこと。出たらすごい、いっぱい、あの、動物もいっぱい見れるし、ナチュラルにね。そうですね。いろんな動物に出会えるし。ほら、神社もお参りできるよ。そうですよね。うん、確かに。信仰していこう。信仰していきます、うん。神社はライブカメラないから。はい、確かに。確かに。天使が勝ちました、今。大丈夫です。ということで、メールも紹介していきます。はい。うじこネーム、サンデーエレファントさんからいただきました。ありがとうございます。靴が玄関からなくなっていた。あまり使ってなかったので、下駄箱の奥に片付けられていました。同様に自転車も、納屋に入れられていました。待って。なんと。どんだけ出てないの？なんと。これだってね、結構ですよね。1日や2日だと、うん、自転車はきっと納屋にしまわれないし、うん、靴も靴箱の中に入れられてたとしても、うん、奥にはしまわれないと思うのよね。かなり、うん、どのぐらい出てないんだろう。どのくらい出てないと思う？でも、3ヶ月とか。出てないな。それはすごい。自転車、季節変わっちゃうよ。確かに。でもさ、こう家族いたらさ、食糧難にもならないから。あ、そうですよね。なおさら出なくていいのかも。出なくていいですよね、うん、確かに一人暮らしだとさ、渋々ながら、うんうん、食料を求めに出ねばならないじゃない。ならないです。いけないですもん ね。でもあの夏休みとか学生の時って1ヶ月ぐらい休みだから、ほんと出なくてもいいですよね。確かに。あ、そうだ。私も結構どのぐらい家から出られないんだろうって挑戦したことあります、うん。どうだったの？いやもう私やっぱアウトドアだから、うん、もう2日と持たなかった。持たない。2日、短い。2日で出たくなっちゃった。うわー、でもそれはもう本当にアウトドアですね。縄跳び飛んじゃいました。そこでなんか縄跳びを飛ぶのに、あのどこかに行っちゃいではないところに少しそれでもなんとかこう家にいようという気持ちを感じる。努力。かわいい。かわいい。めちゃくちゃかわいい。はるちゃんは何日ぐらい連続で家にいれそう？一人で。私でも全然1ヶ月とか行けると思います。でも実は私もそう。共感しちゃった。ニットがインドアだ。なんだよ。インドア入ってますね。ということで皆さん、こんな感じで皆さんからのデビュー賞ゆえのエピソードを引き続きお待ちしています。そして
うちのエルダのコーナーは大人になりたいお年頃のコーナーと買い代わりでお届けします、うん、大人になりたいお年頃のコーナーには大人な女性に憧れて背伸びしがちな JK 美子の恋人のように大人に見られたくてやっちゃったエピソードを送ってください。以上うちのエルダのコーナーでした。続いてのコーナーはこちら、江戸月島大観山。江戸前エルフの舞台である月島、エルダが召喚された江戸、そして小糸が憧れる大観山、皆さんはそれぞれの町にどんなイメージを持っていますか？江戸ならこう、月島ならこう、大観山ならこうと独断と偏見で自由に書いて送ってもらっています。では早速紹介していきましょう。はい、お願いします。うじこネームガオーさんからいただきました、はい、お題、アートといえば、うん、江戸浮世絵、月島油絵、大観山ネイルアート。おー、江戸は浮世絵だけど、うんうん、月島は油絵のイメージで、大観山はアートといってもネイルアート。確かにしっくりいきますね、なんか、うん、もうそうなんだよね。ネイルアートもさ、うん、本当にちゃんとアートだし、そうなんですよ ね、 そうですよね、進化してますからね、すごいですよね。すごい、だこうパレットがさ、いずれこう落とさねばならないとい う、 こう、うん、期間限定の儚いパレットだよね、うんうんうん、確かにそうです ね、 ね、ネイルアートとかってやったりする？あんまりしたことないですね。そっか、はい、でも確かに今も全然だもんね。全然だ、あ、私もなんだけど、3人ともしてない、うん、ネイルアートしてない、大観山じゃない。これってさ、あれだよね、やっぱりこうご時世とかもあってさ、うんうん、なんかこうなかなか頻繁にネイルに行きづらかったみたいなのあるしね。そうですね、うん、確かに。これからまたちょっと行きやすくなるかもしれないから、うん、確かに、ね、やりたいネイル、うん、確かに、うんうん、私実はそのデビューもまだなんですよ。あ、ネイルもしてない、デビューしちゃおうかな。じゃあさ、じゃあさ、なんかさ、あのお店によっては絵心が、あの要はキャラクターとかを描くのあるある、ある確かに。そう、ところとかもあると聞くから、ね、ぜひ、はい、もしよかったら、その初めてを、江戸前エルフ、ネイルとかどうでしょうか？めちゃくちゃやりたいです。機会がありましたら、ぜひお願いします。やってみたい、ぜひ。ご利益を。そう、はい、SNS とかやってたら、そこでも見せてもらえたら。確かに、見てみたい。確かにご利益ありそうだし。ね、ないんだけどな。ご利益はないんだけどな。続きまして、うじこネーム。大胸筋でモールス信号さんからいただきました、はあ、お題、恋人と手をつなぐなら、江戸、あんみつ屋で恥じらいながらこっそりと手をつなぐ、月島、手を近づけた写真をインスタに匂わせ投稿する、大観山、タワマンの最上階でシャンパンタワーをしながら両脇に愛人を抱える。待って待って、なんかすごいグレードがすごい。しかもお題、手をつなぐならってなってるのに、うんうん、最後の大観山は両脇に愛人を抱える。抱えてる、つなぐどころか抱えてしまった、抱えちゃってますね。モールが上がってる。これはあの、うん、実際にそうっていう意味じゃなくて、うんうんうん、あくまでもあの独断と偏見、そうです、そうです、偏見です、偏見。これは偏見です、偏見だ。え、じゃあ続いてもいっちゃおうかな、はい、もう一個、はい、うじこネーム、ジョットさんからいただきました。お題、好きな駄菓子といえば、江戸、水飴、月島、ベビースターラーメン、大観山、駄菓子？大観山に関しましてですね、駄菓子の存在をもう知らない、そっちか、そういうことか。いうので、え、どう、みんな駄菓子って食べるっていうか、食べた経験ある？あります、あります。小さい時よく駄菓子屋行った、何が好き、なんだろう、
いっぱい種類ありますね。当たり付きのガムとか、もうそのドキドキに。なんか猫のあのプリントしてあるみたいなやつだったりとかするやつ。あ、この、ま、回す。マウスタイプか。マウスタイプでした。飴出てくるやつか。ガムか。そう、ガム。色付きのガムで、一等二等みたいな。あったね。ありました。まさきさんは。私、あの、プリンのやつ、チョコ、プリンチョコ知りません？知ってる。プリプリプリって、当たりとか書いてある、5点とかなんかあって、それすごい好きだった。めちゃくちゃ食べちゃう。わかる。こんなちっちゃいですもんね。何個でも買えるからさ。確かに。小清水さんあります？私はね、あの、やっぱヨーグルがすごく好きなんだけど。モロッコヨーグル。そう。でもそれ以外にきなこ棒も好きで。ありましたね。ね、きなこ棒あります。きなこ棒ってさ、こう食べた後に用事がさ、赤いのちょいってつけてると、当たりでもう一本もらえるっていうのがあるんだけど、なんか、当たりを結構入れてくれてる、こう、駄菓子屋さんとかで食べると、どうしよう、終わりがなくて帰れないみたいな。無限ループ。そうそう、みたいなタイミングで、こう、いい感じに当たりを引いてしまうみたいなこととかもあったなって。そうなんですね。すごい。懐かしい。そう、きなこ棒。そんなに当たりが。ありましたね。じゃあ、続きまして、これラストくらいですかね。では、うじこネーム、貝の佃煮が美味しいさんからいただきました。お題。佃煮の呼び方について。江戸、佃煮、月島、佃煮、代官山、佃煮。代官山。こう書いてある。あ、本当だ、英語だ。しかも、音も指定されて、佃煮。矢印がすごい。そうそう、大会山はどんなイメージになっちゃうんだろうな、これ、ね、そうね、やっぱりさ、こうこれをこう総合していくと、皆さんが持ってる大会山のイメージってグローバルというか、う、ね、日本人ばっかりじゃなくて、いろんなこう国の方々もこう穏やかに過ごせるよっていうイメージがすごく大会山にはあるっていうことなのかなって思う。うんうんうん、大会山ね意外となんかね、うん、駄菓子屋さんもあったりするイメージもあるんだけどね。ありますね、うん、なんか原作でも行ってほしいな。確かに大観山にこの料金に二人でね、コマちゃんと大人になりたいからね、うん、いろいろコマに言われそうですけどいつか行けるのでしょうか。もらいたいね。こんな感じで引き続き江戸、月島、大観山のそれぞれのイメージ、ま、独断と偏見を送ってください。以上、江戸月島代官山のコーナーでした。テレビアニメ、ロマンエルフ、高見神社のご神体ラジオ。私、ご利益ないけどね。それではここでご神託のお時間です。江戸前エルフからのお知らせをお伝えしますので、うじこの皆さん、受け取ってください。まずは原作情報です。原作コミックス、江戸前エルフは、少年マガジンエッジにて連載中。コミックスは現在第7巻まで発売中です。続いて放送配信情報です。テレビアニメ江戸前エルフは MBS、TBS、BSTBS、アニメイズム枠と ATX にて放送中です。さらに D アニメストアでは毎週金曜日深夜3時から単独最速配信中です。その他放送配信の詳しい情報はアニメ公式サイトでご確認ください。続いてブルーレイ情報です。江戸前エルフブルーレイが全3巻で発売決定しました。初回生産特典として原作樋口明彦先生の書き下ろしアウターケースや、うんうん、特製ブックレットなど豪華特典が満載です。ボリューム1にはオリジナルサウンドトラックが、ボリューム2と3にはこのラジオのラジオ CD が特典としてついてきます。ボリューム1は7月5日に発売です。ドキドキ。最後に音楽情報です。七尾あかりさんの歌うオープニングテーマ起源ロマンスは5月10日発売です。期間生産限定版は小糸とエルダの浮世絵風ジャケットになっております。またコーディリーさんの歌うエンディングテーマ踊る光が収録された光の名前 EP は6月7日発売です。こちらのジャケットはアニメの線画風の書き下ろしです。エンディング、オープニング両方ともぜひチェックしてみてくださいね。
以上お知らせでした。といったところで高耳神社のご神体ラジオ、うん、本日の神事もそろそろお開きのお時間です。この番組ではメールもお待ちしています。メールはインターネットラジオステーション温泉番組ページのメールフォームからお願いします。アニメを見た感想や各コーナーへの投稿お待ちしています。そして温泉プレミアムサポーターになっていただくとサポーター限定のおまけトークも聞くことができます。本編収録後に話しきれなかったことなどをお話ししますので、うじこの皆さんぜひプレミアムうじこになってください。はい、お願いします。というわけで第3回はゲストに桜庭駒役の相川遥さんにご参加いただきましたが、はるちゃん、はい、どうでしたかラジオは。いやもうめちゃくちゃ楽しかったです。本当、なんかもっといっぱい聞きたいことあるんだけど、ね、やっぱり限られててさ、いやでも、うん、お二人にすごくお話振っていただけたりしてたくさんお話できたのですごく楽しかったです。いやなんかせっかくだったらこれを聞いてくださってる皆さんにも何かこうメッセージは、うんそうですね、これからもう江戸前エルフにこまちゃんのですね、たらしっぷりとか、うん、イケメンっぷりとか恋人とこまちゃんの仲良の良さとか、うん、たくさん出てきますのでこまちゃんにも注目して江戸前エルフこれからもよろしくお願いします。おー、注目するよ。ありがとうございます。ありがとう。また遊びに来てね。お願いします。ぜひ来てほしい。おまけトークにもね、はい、引き続きよろしくお願いします。ということで今日は来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。さて次回の高耳神社のご神体ラジオの更新日のお知らせです、うんうん、この番組は毎週木曜日更新ということで次回の配信は5月4日木曜日です。お楽しみに。それでは今回の高耳神社のご神体ラジオの神事はこれまで。お相手は小金井小糸役の尾崎由香とエルダ役の小清水亜美と、そしてゲストの、はい、桜庭駒役の相川遥でした。バイバーイ。